はい、では皆さんこんにちは。今日のインスタライブは、コウイカについて紹介していきます。皆さんイカというとね、どんな大きさを想像されるか、まあ、人によってそれぞれ違うと思うんですけど、今日の主役のイカはなんとこちらです。じゃあちょっと近づいていきましょう。はい、このねイカ、今だいたい2センチから3センチぐらいですね。コウイカの赤ちゃんなんです。城崎マリンワールドで今年生まれた赤ちゃんですね。今すくすく成長してだいぶ大きくなりました。まあ今そわそわ動き回ってんのはちょっとお腹が空いてるかなっていうとこなんで、皆さんありがとうございます。イカスタンプ大量に来ましたね。じゃあちょっと餌をあげていきましょうか。はい、じゃあイカがどんな感じで餌を食べるか、今は冷凍のオキアミをちっちゃくしたものをあげてます。こうやって落ちていくとシューッと行くか、あ、行きましたね。パスーンと上手に食べました。はい、みんな欲しそうですね。いっぱい集まってきました。じゃああと2つぐらいあげてもらって、ちょっと食べる様子見ていきましょう。こう落ちてきた餌を、行くぞ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 、パーンとね、もうアーチェリーのようにこの2本の触腕っていう長い腕でキャッチします。みんな羨ましそうですね。体の色とかも変わります。興奮したりすると、体の色が変わるんですね。じゃあ食べてるところ少しアップで見ていきましょうか。どれが見やすいかな。こう餌を取った子たちはね、他の子に取られないように少し離れたところに移動します。こうがっちりとホールドして、小さなね口でかじり取るようにして餌を食べます。はい、まあ、こんな風にね、今は落としたオキアミを当たり前に食べてくれてるこのコウイカの赤ちゃんたちなんですけど、最初からこんなに飼いやすい子たちではありませんでした。まあ、今日は僕がこの数ヶ月毎日このイカに捧げた日々を思い出しながら、ちょっとイカヒストリーをね振り返っていこうと思います。今回も登場するのが、過去の動画ですね。この画面越しにちょっと映していきましょう。じゃあまずはこのイカたちが誕生した瞬間、これめちゃめちゃレアな映像ですよ。皆さん、お見逃しのないように。あ、ちょっと立てようか、光が少し見にくいかもしれないんですが、今指さしてるあたりですね、もう少しで生まれます。5、4、あ、3で生まれちゃった、ごめんなさい、ちょっとブレましたね。もう一回行きましょうか。はい、もう一回行きます。この辺ですね。こうやってもうちょっとで生まれます。はい、生まれた見えましたか。じゃあここから怒涛の孵化が始まりましたので、その映像も次見てもらいましょう。はい、生まれた。ボン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 この卵から生まれてきます。ちょっともう一回流してもらいましょうか。炭もねこの生まれた時から吐くんですよ。もう一回じゃあ流してもらっていいですか。はい、じゃあいきますよ。ね、卵のいろんなところからこう生まれてきてますね。はい、この日がすごい孵化ラッシュの日で、今日お見せしたイカはほとんどこの日に生まれました。はい、じゃあ次はですね、その生まれた時の赤ちゃんの大きさちょっと見ていきましょう。大きさね、こんなちっちゃいんですね。これ近くに映ってる筒状のものは餌をあげるときに使うスポイトです。あとでちょっと実物大のものをご用意しますんで、ものすごいちっちゃいです。イメージ的にはちっちゃい赤ちゃんの指の爪ぐらいの大きさで生まれてきます。はい、こんな感じですね。で、まあ、生まれた赤ちゃん何食べるかというとね、最初は生きた餌しか食べません。
なので生きた餌を海から取ってきて毎日赤ちゃんにあげていきます。それがこれです。アミエビですね。こういっぱいみんなもう無双状態ですね。バンバン食卵を出して次々に捕らえて食べてます。ちょっとやっぱり光が、あ、いい感じですね。はい、周りを泳いでる黒いものがそのアミエビ、それに向けてイカがさっきね餌食べるときに使ってたような食卵を使って、バスバスと食べていっております。はい、ちょっと見えにくかったかもしれないんですけど、まあ、こういうね、のを経て今に至っております。もう一回行きましょうか。あ、食べてますね。ちっちゃい時はね餌の方が大きかったりもするんで、捕らえた時にものすごい衝撃でイカがくる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 って回る。もうあの東京オリンピック終わっちゃいましたけど、あの本当レスリングでね相手とこう揉み合ってるようなそういった状態に見えることもありました。はい、かわいい、ありがとうございます。でこれこの餌取りねめちゃめちゃ大変なんですよ。なんて言ってもこのイカの餌海から取ってきてるんで、毎日ねあの潜って、このショーとショーの合間に潜ってこのアミエビを集めてこのイカたちにね届けてたんですね。であの山ほど取って、あ、じゃあこれで3日分だなと思って入れてたら、もう大体20分ぐらいで全部なくなっちゃうんです。もうまさに無尽蔵、あったらあっただけ食べちゃいます。今もう1匹が持ってるのをねみんなで狙いに行ってますけど、じゃあもう少し餌をいっぱいあげていきましょうか。あ、ごめんなさい、質問来てましたね。そうです、コウイカですね。種類はコウイカです。はい、なんかあの質問ありましたら、今まで僕全然その見てなかったですけど、これから見とくのであの聞いてください。喋ってる途中でもねいろいろ出していってください。いやでも本当可愛いんでね、ついついいっぱい餌を届けたくなっちゃって、この冷凍の餌に餌付いてからももういらないかなと思いながらもついついそのアミエビを海に取りに行っちゃいますよね。やっぱりアミエビの方が好きなんですよ。こうね、オキアミも好きなんですけど、おお取り合ってる取り合ってる、綱引き状態ですね。まあ、ただこのオキアミ、この子たちにとってはだいぶ大きい餌なので、あ、どのぐらいの期間で、イカはね1年間で大人になります。でこのイカは赤ちゃんですね。生まれて今1ヶ月、もうすぐ2ヶ月ぐらいですね。イカは1年しか生きないので1年間であの大きさになるんです。なのでものすごいあのたくさん餌を食べてどんどん大きくなっていくんですね。見てて気持ちいいですよね、この食べ方で。この2本の食腕でバコンって捕まえて食べる食べ方っていうのは、結構イカが安心してる時にやる食べ方のような感じがします。で警戒してるときどうやって食べるかというと、こうやってまず見に来ます。大丈夫かこの餌は、あ、今全然警戒してなかったですね。あの状態で見てるのを、あ、すごいあのこうガーッと続けながら最終的にしぶしぶ10本の腕で掴みに行くときっていうのが、まあ、あのちょっと警戒してるかなってときなんですけど、まあ、今日はみんなイカのこの一番見ててねすがすがしい食腕2本でバコバコ取って食べていますので、だいぶこのオキアミにも慣れてきてくれたかなと思ってるところですね。はい、じゃあもうちょっと上げていきましょうか。そうなんです、寿命短いですよね。あ、そうですね、色がちょっと違ったりします。その時の状態とかによっても色が変わりますし、まああの保護色なんで、その砂の色とかに紛れるような体色に変えることが多いですね。さあ落ちてった餌、もうちょっとずつお腹いっぱいになってきてるんで餌が飽和し始めましたね。じゃあそれぐらいで止めときましょうか。はい、でここで役に立つのがスポイトなんで、でちょっと松村さんスポイト持ってきてもらっていいですか。食欲旺盛です。1日にこの餌やりを3回から4回やります。この餌はオキアミですね。オキアミをちぎったやつをあげてます。でちょっと入れてみてくれる、その水槽の中に。はい、いい感じです。じゃあそれで少し水流を送って餌を動かしてみてください。パフパフ、そうするとこの動いた餌を
見て、あ、今日食べに来ないですね、ごめんなさい、ちょっと企画失敗です。ただあのさっきのスポイトですね、写真に写ってたスポイト、これです。だいぶ、あ、食べましたね。やっぱ動いてるものに反応するんで、あ、落ちた餌に興味ないなって思ったら、もうこれ先輩から伝授してもらったんですけど、こうやってパスパスとスポイトで動かしとくと結構、え、なんだなんだ、実は生きてんのか、実は美味しいのかっていう風にこう集まってきて食べます。あー、行きましたね、ありがとうございます。ありがとうございます。今日松村さん初餌やりなんですけど、すごいいい感じであげてくれてますね。この餌はオキアミをちぎったやつ、自然界でもこう、あ、そうですね、オキアミは食べてないかもしれないです。アミエビとかをメインで自然界では食べてると思いますね。で、大きくなったらこの辺だとイソスジエビとかそういうエビがいますので、そういうちっちゃいエビとかを食べてるのかなと思います。はい、ではそろそろね、もうあっという間ですね、10分間経ってしまうんですけれども、最後に何か聞きたいことがあったらどうでしょう。みんな落ち着きましたね、見てください、ちょっと引きでいきます。あんなに泳ぎ回ってたイカたちもみんなご飯を抱えて大満足、大満足です。はい、これね、イカの展示をしてるところって結構やっぱ海が近かったりとか、すごい水質に敏感な生き物なので、やっぱあの見れる場所っていうのは限られるかなと思いますし、こういう赤ちゃんっていうのはすごい珍しいかなと思って今日配信させてもらいました。皆さんも、まあ、なかなかコロナで、遠くから来ていただくのが難しい状況なんですけどね、これからも、まあ、SNS とか、そういったところでこのイカの赤ちゃんの成長の様子をまた配信できたらなと思ってますので、楽しみにしててください。ありがとうございます。じゃあ皆さん、あ、イカって寝るんですか。イカ寝ますね、ただ私たちみたいに熟睡はしないです。魚もそうなんですけど、敵に襲われないように半分寝てて半分起きてるような状況で、いることが多いです。なので見てて明らかに寝てるなっていうのはちょっと分かんない時もあります。ありがとうございます。皆さんいっぱいコメントありがとうございました。ちょっと途中、画像見えにくいところとかあったかもしれませんが、楽しんでいただけてよかったです。はい、じゃあ今日の配信はこのあたりで失礼します。明日はガラッと変わって、イルカアシカショーシーランドからね、配信がありますので、また楽しんでください。はい、じゃあ生かしたイカたちの配信終了します。さようなら。